1683年頃のハンガリーの地図を領。ハンガリーは近世ヨーロッパに存在した地域区分。ハンガリーの歴史的な支配領域の一つ。1541年にオスマン帝国によってブガが制圧された後、オーストリア系ハプスブルク家が支配した元のハンガリー王国の北部と西部にあたる地域である。現在のハンガリー西部、スロバキア領。 クロアチア領、オーストリア領などが含まれる。1593年から勃発した長期トルコ戦争の舞台となり、この戦争は長期に及び、講和は1606年のジトバ、トロク条約によりなされた。1663年に勃発したオード戦争の戦場にもなり、オスマン側はウイバール城塞を攻略した。サンクトゴットハルトの戦いで、オスマン軍は敗れたものの、 翌年結ばれたバシュバールの和役によりイバールはオスマン側が領有することになった。1683年に大トルコ戦争が始まった後も戦争の舞台となったが、これを撃退し1687年にモハーチの戦いで勝利後はバナト以外のかつてのハンガリー領を回復した。ありがとうございます。